こんにちはの皆様、ロシア安全保障理事会のニコライ・パトルシェフ長官は、米国と英国には、昨年の夏に NRD、STRAAM と NRD、STRAAM2 のガスパイプラインに配置されたものと同様の妨害行為を行うための特別目的の部隊があると述べた。彼は ARGUMENTY-IFAKTY 新たきとのインタビューでこれを言った。パスカル TRUSAGEV によると、他の NATO 加盟国はまた、北大西洋同盟への主な議題を支持する国の承認と支持を得てのみ、妨害行為を行うために戦闘スイマーを使用しています。以前、ニューヨークタイムズ紙は、新しい米国の情報は、ロシアのガスパイプラインの弱体化に親ウクライナグループが関与していることを示していると、将来的には、ロシアの大統領、ドミトリー・ペスコフの報道官は、モスクワは親ウクライナのグループが特別なサービスとは何の関係もない北部のストリーム、上のテロ攻撃の背後にある可能性があることを出版物を信じていないことを強調しました。彼によると、そのような操作は、よく訓練された州の構造に対してのみ可能です。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。